東京都渋谷区のステーション。タイムズのコインパーキングの敷地内に専用枠を設けて車両を配置しており、識別に路面の表示と看板を用いる。砂利の平駐車場使用タイムズカートはタイムズモビリティが運営するカーシェアリング事業及びそのブランド名である。2021年4月1日に旧名称タイムズカーシェアから名称変更された。 配備数1万1334箇所、2万3504台、会員数約111万人で、業界内で過半数のシェアを要する。一般的なカーシェアリングサービスでは、特定の地域を中心に展開していることが多いが、タイムズカーシェアは、首都圏に限らず全国の主要都市で高密度に車両を配置している。 2017年9月7日に佐賀県佐賀市へステーションを設置したことにより全国47都道府県すべてにステーションの設置を完了した。カーシェア24時代タイムズプラス時代自動車メーカー松田のグループ会社でレンタカー事業を運営する松田レンタカーが2005年2月からカーシェア24の名称で広島市西区でカーシェアリング事業を開始した。 そして2009年、時間貸し駐車場、タイムズを運営するパーク24が、カーシェアリング事業への参入を目的として、松田レンタカーを子会社とし、自社駐車場、タイムズの敷地を利用して、積極的にカーシェアリングの全国展開を図る。2010年6月より、カーシェアリング事業のブランド名をタイムズプラスに変更。パーク24の持ち株会社化に伴い、 2011年5月1日にカーシェアリング事業はパーク24の駐車場運営部門が分離して設立されたタイムズ24株式会社に移管。残ったレンタカー事業は松田レンタカーブランドのまま2011年6月5日に社名をタイムズモビリティネットワークス株式会社に変更した。2013年4月1日からはタイムズブランドの浸透を図るため タイムズ24株式会社の運営するカーシェアリング事業のブランド名をタイムズカープラスタイムズモビリティネットワークス株式会社の運営するレンタカー事業のブランド名をタイムズカーレンタルへと変更した2019年5月1日よりパーク24の商備変更に伴いサービス名称をタイムズカーシェアへ変更した2019年11月1日より 運営会社がタイムズ24からタイムズモビリティへ移管された。2021年4月1日よりサービス名称がタイムズカーシェアからタイムズカーへと変更された。名称変更と同時に最大時間料金の改定が行われている。サービス開始以来、値上げは2011年5月1日に各種ナイトパックで2014年4月1日に 消費税増税に伴う改定が全プランで一斉に行われ、2019年10月1日の消費税増税に伴う大幅な料金プランの改定と同時に行われた。2021年4月1日、最大時間料金の価格改定によって値下げが行われた。何らかの理由で車両が使用できなくなった場合、NOC として2万円、内し5万円が請求される。 また、事故の内容や運転者の責任割合に関係なく、対人、対物、車両、人身の確保証の利用者面積額は0円となり、NOC のみの負担で良い。ただしこれは、警察やコールセンターに適切な届出をした場合のみで、手続きに不備があった場合はこの限りではない。中勤区域での当て逃げや無施錠盗難 車内装備の破損など、悪質な利用や利用者の重大な過失に禁するものの場合は NOC に加え実費が請求される。会員でない者が運転している際に事故を起こした場合、上記の保証は一切適用されず、実費負担となる。TCP 安心保証サービス2015年4月に開始され、同年10月に現在のサービス内容となった。 レンタカーの保証制度と同様の形式で、1回の利用につき330円を追加で払うことにより、事故時の NOC やタイヤ損傷時の実費負担を免除できる。会員登録する場合には、事前にインターネットや店頭で手続きを取り、カード発行手数料として1枚につき個人会員は1650円、法人会員は660円がかかる。IC カードではあるが、 電子マネー機能は搭載していないため、デポジット等はない。かつて、タイムズクラブカード会員であったとしても、タイムズカーシェアに入会すると、自動的に同カードのプレミアムサービスへ移行されることと、タイムズクラブカードには IC カード機能が備わっていないため、カード交換扱いとなって発行手数料が必要となる。月間利用料金が月額基本料金未満となった場合には、 月額基本料金のみが請求される。すなわち、月額利用料金のうち880円分までは、月間基本料金の無料利用分として充当される。予約する際には予約開始時間と予約終了時間を15分刻みで指定する。延長手続きを取らずに予約時間を超えて利用した場合、所定の予約終了時間から、実際の利用終了時間まで利用した分は、 ペナルティ料金となり、通常の2倍の料金となる。6時間以上の利用とナイトパックの場合、距離料金が利用開始時からの走行距離に対し16円、キロメートル課金される。72時間以上の利用は対象となるステーションが限られる。最大30日間まで利用可能である。事前点検の時間確保を目的に予約開始時間の約15分前から会場。 利用開始ができ、利用開始から予約開始までの利用分は課金対象に含まれない。また、予約終了時間前に返却した場合には、実際に利用した時間分のみが請求される。ショートプランで利用中、20リットル以上の給油、または洗車をした場合には、それぞれ30分相当の利用料金が値引きされる。給油は自動検知により、 自動的に割引が適用されるが、戦車は予約登録完了メール、または利用開始10分前に送付される予約確認メールに、記載の URL リンクへアクセスの上報告する形となる。また、タイムズポイントと交換できる E チケットを用いて利用料金を割引くこともできる。利用には、まずタイムズカーシェアの会員になる必要がある。これは、 タイムズクラブの会員とは異なるもので、その会員であっても別途登録が必要である。登録は、ウェブサイトで入会手続きを済ませて、タイムズカーレンタル店舗などでの簡易的な確認と、手続きで受け取り、サイト上での申し込み、無人入会期、説明会への出席といった方法がある。タイムズクラブ会員でない場合は、会員登録も行う。専用カードを受け取ると、 その時からこのサービスが使用可能となる。タイムズカーシェアでは貸し出し拠点のことをステーションと称している。車両の貸し出し、返却はその車両が所属するステーションのみで行われ、基本的に乗り捨ての制度はない。ステーションは基本的にタイムズ駐車場内の駐車スペースのうち数面を本サービス用に供給しているものであるが、同系列のタイムズカーレンタルの敷地内や、 その他公共駐車場の中、あるいはマンションの駐車場の一角に存在する場合もある。車両には本社サーバー連動システムを搭載しており、携帯電話や IC 式会員カードを用いて24時間随時予約、貸し出し、返却が可能である。車両には黄色いステッカーが貼られ、IC カードリーダーが設置されている。車両貸し出し状態予約は、 インターネット上の公式サイトから行う。希望ステーション、時間帯、車種を指定して予約する。通常2週間前から予約できるが、ステーション1つあたり数台程度の配置ということが多いため、予約日時が直近になると予約が取れないということも発生する。車両には施錠システムと連動したカードリーダーが取り付けられており、IC 式会員カードを 所定のリーダーにタッチすることで解除される。ただし、同一会員が2台続けて、予約を行うには1台目の予約終了時刻から2台目の予約開始時刻まで、最低15分は間隔を空ける必要がある。予約完了をして、実際に乗車するために解除するためには、車載のカードリーダーのランプが赤く点滅した状態で、会員カードをタッチする。車両の鍵は、 グローブボックス内に保管されている。イグニッションキーには、コールセンターの番号とタイムズカーシェアのロゴが記載されたキーホルダーもしくは小型の鍵が付いている。小型の鍵は貸し出し中かどうかを判定する車載機に差し込むもので、イグニッションキーを取る際はこの小さい鍵を回して、車載機のキーシリンダーを返却から貸し出しに合わせ、車載機から外さなければならない。 キーホルダーはグローブボックス内の専用挿入口から抜き出すと貸し出し状態となり返却時には専用挿入口に差し込むことで返却状態になるステーションに駐車されている間は車両の前には車止めに似たスタンド看板が設置されておりスタンド看板を出発前に一旦他の場所に移動してから車両を駐車スペースから出しステーションから出ている間に 他の車両が通常の時間が市車場スペースと錯誤して駐車してしまうのを防ぐために車両を出してからスタンド看板を元の位置に戻しておかなければならないと定められている。また、この空き場所に他の自動車やオート街を止めることは禁止されている。また、自転車でステーションに乗り付けることも禁止されている。窓口がなく無人で、 自動車の貸し出しを行うというサービスの特性上、予約に関する様々な手続きは、会員がインターネットを通して、携帯電話やパソコンから簡単にできるようになっている。また、会員が行える範囲外の処理を行う場合でも、コールセンターに連絡を取れば、遠隔操作で対処してもらうことができる。利用開始前、利用開始前の場合、 利用開始時間までは公式サイトから予約の変更や取り消しを行うことができ、特にキャンセル料は発生しない。ただし、利用開始時刻が経過した後の予約取り消しはできず、利用をしていなくても実際の予約時間に応じて料金が発生する。ただし、料金プラン、ショートの場合、予約時間開始後に公式サイトの予約変更メニューから、 予約時間を短縮することで未利用分でも発生する課金額を抑えることができる。パック料金予約時にはこの手法は使えず、基本料金がそのまま発生する。前の利用者が時間通りに車両を返却できない場合や、事故などで車両が使用できなくなった場合は、コールセンターは次の利用者へ電話による連絡を取り、代替車両の用意や近隣ステーションへの変更を行う。 この際は、会員の高頭の希望に応じて、コールセンター側で予約を変更してもらう形となる。利用ポイントの蓄積で入手できる、e チケットの使用、不使用に関しては利用開始後でも変更することができ、料金プランに関係なく、予約開始後に e チケットを追加することもできる。利用開始後車載カーナビで30分または60分刻みで延長手続きを取ることができる。 当初の予約時刻がすでに終了していたり、次の予約が入っている場合はこの手続きを行うことはできず、コールセンターに連絡する必要がある。また、一部の輸入車など、純正ナビのみの搭載で専用メニューを使用することができない車種については、公式サイトの予約変更メニューや、コールセンターを用いて予約変更を行うことができる。その他、事故や異常で車両が、 自走不能となった場合、利用開始から車両が自走不能となって、コールセンターに連絡した時点までの料金が発生する。貸し出し開始時と逆の手順を踏む。イグニッションキーについた小型の鍵を車載機に差し込み、シリンダーを返却に合わせた後、車載のカードリーダーのランプが赤く点滅していることを確認して施錠する。もしくはキーホルダーを専用挿入口に差し込む。 これが、料金計算上の利用終了時間となる。ただし、ギアが P になっていない、ドアが全て閉じられていないなど、そのままでは返却できない場合、カードリーダーのランプは点滅せず、施錠できない。なお、車載機のシリンダーを返却に合わせた時点で、ETC カード、ETC カード、ETC カード、お忘れ物はございませんかという音声が流れる場合があるが、 これは、機器の不具合等ではなく、ETC カードの取り忘れを防止するため、利用中の車速などの条件を満たすと明導するようになっている注意喚起の音声である。また、利用中に、会員カードをなくしたなど、何らかの自由で正常な施錠ができない場合は、コールセンターに依頼して、遠隔施錠をしてもらうことになる。この場合、会員は、 コールセンターと電話をつないだまま車両の前で確認する必要がある。再会場を返却後に車内に忘れ物をしたことが分かった場合、返却後に一度だけ会場処理ができる。ただし、当該車両の次の予約が1時間以内にある場合には会場できない。再会場は貸し出し時同様 IC、カードリーダーに会員カードをかざして会場し、 忘れ物の回収等が終わったら、ドアを閉めて再度リーダーに、会員カードをかざして施錠する。ただし、これは返却後1時間以内の措置となるため、それを超えた場合は、短時間予約して会場する、コールセンターに依頼してその車両の使用を停止させるなどの手段を取らなければならない。乗り捨て乗り捨ては禁止されており、タイムズカーシアのステーション間であってもこれを行った場合、 会員資格取り消しとなる。ただし、空港近くのステーションと都市部の一部のステーション間では上捨て利用を行うことができる。この乗り捨ての際に通常の利用と異なる点は以下の通りである。また、実証実験、タイムズカープラスハーもでは指定ステーション間であれば自由に乗り捨てが行えるようになっていた。上記と異なるのは以下の通り。 2014年4月26日に始まった制度で利用マナーや貸し出し車両の取り扱いの状況に応じて貯まるカーシェアポイントによるステージ制を取り、ステージによって各種優待を受けることができる。ポイントが一定以上を超えると翌月以降ランクアップとなり、下回るとランクダウンとなる。2019年1月1日にリニューアルされるまではプラスポイントと呼称されていた。 ポイントの有効期限は1年となっている。プラスポイントがマイナスとなってしまった場合も TCP 検定を受けることで例 CP に戻ることができる。また、減点対象になっていなくても加算されるポイントが期限切れになるポイントより少ないとポイントは減るためそれによるランクダウンも発生する。2015年8月3日から8月31日には 法人会員以外の全会員を対象に、グッドマナーでプラスポイントキャンペーンが行われた。不必要な予約とキャンセルなどといった悪質な利用を抑制するもので、以下のようにピアニッシモに反映された。反映はいずれも9月中となった。かつては、マツダレンタカーが事業を展開していた、関係上、マツダのコンパクトカー、デミオが大半を占めていたが、 タイムズ系列となってからは、BMW やミニをはじめとした輸入車の展開を始めたほか、様々な利用シーンを想定して、多彩なジャンルの車両が導入されている。また、メーカーとの提携で、期間限定で、新型車やテストモデルの利用ができることもある。いずれも、カーナビ ETC 車載機、ジュニアシート装備、ドライブレコーダーやコーナーセンサー、 自動停止システムが装備されている車両もある。同じ車種でも違うモデルの車両が導入されている場合、それも記す。コンパクトカー系自動車商用車ステーションワゴン等、ミニバン、商用車 SUV エコカータイムズカーシェアで貸し出されている輸入車の一例。アウディ A1 と BMW1 シリーズミニバン輸入車東京都内でサービスを行っていた超小型電気自動車を使用する。 カーシェアリングサービス。対象のステーション総合間での乗り捨てが可能だった。実証実験期間終了のため2020年9月30日、正午にサービス終了。2016年12月から2020年9月30日まで国土交通省が実施した道路空間を活用したカーシェアリング社会実験に参加していた。 東京都内の地下鉄駅に近接した道路上にステーションを設置し、カーシェアとの連携強化による公共交通の利用促進の可能性を検証するものである。配備車両として超小型 EV であるコムズ、アイロードが利用可能。本実験により設置されたステーションは前日のタイムズカーシェア派、モのステーションとしても利用されていた。 2021年4月28日から2023年3月末まで配備車両を軽自動車に変更して社会実験の第2弾が開始された。ウェイク、N-BOX が利用可能。ありがとうございます。